ャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。本日は公文書を語るでよろしいでしょうか。タイトルをですね言いましたけど、タイトルこれ言ってくださいって言われたので言ったんですけども、突然ですね、これ永瀬さん今日こういうのやるんですけどどうですかというふうに、引っ張ってこられてきたので、はい、そういう拉致されてきたわけですね。何も分からず拉致られてきましたので、はい、ぜひ何をやるのか教えていただければという。はいはい、ですね、全く話が伝わってないという程度、はい、紙はいただきましたが、はい、全く見てる皆さんと今一緒の感じですので、はい、僕は、ということで、はい、行きたいと思うんですが、はい、今コニタン文書ってすごい、はい、話題になってるじゃないですか。 そうですね、そこまではなんとなく理解してます。ネット上でも話題です、ね、ここにね、公文書がある、高市大臣これが本当だったらね、あんた大臣どころか議員もやめろみたいな。そうですね、みたいな話、ツイッタートレンドにも上がるぐらいの感じですね、今ね。で、あれ見てて、一応私出身が歴史学者なんで、ありがとうございます。はい、なんでものすごい違和感あるんですよ、うんうんうん、なんでじゃあ公文書の読み方っていうのはどういうものなのかって、大学院で普通にやってたことを再現しようと、はいはい、うん、もうだって倉山先生といえばもともとというかね、公文書管理がなんか一番ご専門っていうイメージは僕にありますけどね、と言いながら論文書かず一番最初に書いたのがこれっていう。あ、いや本当の専門って、はい、書くんじゃなくて読みたいだけじゃないですか。まあそうですねマニアックにやっぱ自分が好きだからやってるっていうところがありますよね。中野先生その気持ち分かってくれるじゃないですか。分かります、分かります、ね、論文なんか書きたかねえやみたいな、まあ、どうでもいいですよ。そんなもんどうでもいいって言っちゃいけないけど、怒られるけど、まあ趣味が大好きだから研究者になるとね、なんで発表しなきゃいけないんだみたいな自分の本だけでいいだろうと思いますよ、ね、みたいなね、はいはいはい、うん、ということで、はい、まあそうなんですけど、はい、じゃあ、例えばですね、満州事変が、はい、修士論文なんですね、はい、で満州事変といえば今満州事変が修士論文なんですか。そうです、だから中川先生、なるほど、満州事変に私の知り合いで一番近いのは誰だろうってことで中川先生って強引な、それでこう僕が拉致られた因果が分かりました、はい、まあ因果の一つですよね、はい、うん、はい、あくまで一つですよ、はい、うん、なんですけど、でこちらですね、はい、はい、なんですけど、そのいきなりそこに行く前に、はい、まあ通説として、まあ今やか動かしようがない事実ですけど、はい、関東軍の謀略で始まったじゃないですか、はい、でも当時分かってなかったんですよね、うんうん、ちなみに昭和30年にようやく特定できて、はい、東京裁判でも特定できなかったんですよ、うんうんうん、でも昭和6年に発生した頃からみんなこれ薄々関東軍がやってたんじゃねえって世界中が思ってたっていうのを前提で、うんうん、見ていただきたいんですけど、はい、じゃあちょっとまずですね、はい、アジア歴史ロスセンターという非常に私が昔バイトやってた、あ、そうなんですか、そうそう、まあ、アジア歴史資料センター、うん、正確には非常勤職員という、都内にあるんですね、はい、都内にあるんですけど、もともとは国立公文書館、外交資料館、防衛研究所の資料、うんうん、その3つとも平日の昼間に行かないと見れないそうなんですか、なかなか厳しい、そんなやつ誰がいるんだって、私は毎日通ってますね、なるほど、なかなか厳しいですね、うん、みたいな状態だったんで、はいはい、それをが資料をインターネットで画像にして公開しようってセンターで、うん、その3つ以外のものも今あるんですね。ああ、なるほど、うん、はい、それがアジア歴史資料センターですね、略称アジ歴で、はい、アジ歴、そうそうそう、はい、でアジ歴 の検索コーナーにレファレンスコードっていうのがあって、うん、そのレファレンスコードポンと入れたらいきなりそこにたどり着けるっていうのが今出てる B のなんとかっていうね、うん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 、レファレンスコードで、はい、それの中の画像の1枚をの資料をひたすら読んでいくって、はい、はい、普通の歴史学って1枚の資料を1時間とか2時間かって読むんですね。へ、いやそれどころか古代史の人たちすごくて、ええ、1文字とか2文字を 2,3 時間やってる。おー、そういうもんなんですね。そういうもん、人文科学とはそういう、なるほど、うん、ちょ世界が違うんで驚きますけど、例えば、まあ、中世史とかでも、はい、天下って言葉の意味がどうやって変化したかを片っ端から文献で調べていくみたいな。なるほど、確かにそれは具体的に違いそうですね。全くね、他の社会科学自然科学と方法論が違うんですが、はいはい、うん、でそれでですね、まあ、一枚の資料としてこのね、うん、ポンとね出てる画像のものを読んでいこうっていうことで、うんうん、はい、まあ、これは毎日外交資料をめくってたら、あ、外務省の公電ねっていう定型の様式なんですね、はい、
で中身がこれがいちいち面白くて、うん、まあ、まさにあの9月18日の夜に、はい、まあ、あのまだ18日の10時とか11時ぐらいに、はい、あの関東軍が満鉄の電車を爆破、自作自演で爆破して、はい、そっから軍事行動を始めて、うんうんうん、でなんか翌朝になった日本でも大騒ぎになってて、うん、一体何なんだこれはって閣議が開かれた時に、うん、椎原外務大臣が電報を振り回しながら陸軍の南大臣に向かってお前らがやったって報告が上がってるぞと、まさにコニタン、リアルコニタン、まあまあそうですね、まあもうちょっと真剣度、まあ真剣度それで言っちゃあれか、うん、でそれで南陸将は針のむしろのようになっていたっていう、あ、なるほど、おそらくまあそれこれがそうなんじゃないかな、それがバーってやって実際に、うん、実際にどの文書をやったのか分かんないですけど、うん、まあ、あの多分これじゃないかなと言われてるものがこれなんです、はい、もうそれだけで普通も面白いじゃないですか、これね、面白いですね、第635って書いてある、ね、そうそうそう、ね、はい、603、第630号至急極秘公伝、はい、極秘ね、急いで秘密極秘に伝えろっていう、これね右の626にはついてないですけど、この至急極秘っていうのもやっぱ意味があるわけですね、うん、意味ありますね、ランク上の、まあだんだんそう何だか分かんない、秘とか極秘とか、うんうん、至急とかどんどんついていく、そうですよね、うん、これ気になったんですけど、どういう意味ですか、至急、まあ、至急と極秘、ランク、秘密ランクでいうとどれぐらいなんですか、多分この時はほぼ最高ランクでしょう、ね、最高ランク、うん、つまりあの何で大至急っていうのもあるんですか、はいはいはい、大至急と至急、ちなみにこれ本当に外交官の日本の外交官のにあって、はいはい、至急と大至急の違いっていうのは、はい、大至急は寝てる大将を起こせ、おお、で子宮はそこまでいかない、なるほど、みたいなのがあるんですって、なるほど、じゃあこう子宮大子宮のこの上の子宮はスピード感を表して、極秘っていう方はまた あれですね、極秘の方のランクがある、うん、とにかく絶対にバレないようにやれよ、あ、なるほど、秘とかいうのもあって、秘と極秘の違いが、まあ、いくら調べても分かんない、あ、分かんないです、今のチャイナー3つなんですよね、3ランク、あ、そうなんですか、あ、絶密、機密、秘密だったかな、はい、もうこれもうあの法律に書いてあるんですね、うん、絶密、だから、うん、そういう感じ感じで あったんでしょうね、多分当時もね、なんかね、結構イギリスとか、それともいい加減なのかな、だからイギリスとかを輸入してたのがだんだんいい加減になっていって、うん、で日本の場合昭和期ひどくなるのは、うん、あの上司に読ませたいがために火を乱発するっていう、なるほど、読ませて逆に重要って意味ですね、そうそう、火っていうので大したことないものを火にして読ませるとか、なるほど、あと電報なんで盗まれないようにするって、途中で敵機対勢力に、みたいなのも、これちなみに倉部先生の感覚だと、まあ、あの体系的なものはよく分かんないっていうことですけど、うん、こう極秘の他に何かあるんですか、官庁符号って言って、はい、大使とか在外、その在外公館の長だけが知ってる暗号の解読とか、あ、じゃなくてその極秘以外に秘密、機密とか、機密、あ、機密もある、機密ありますね、極秘、非機密、いろいろありますね、その官庁符号っていう時点で最高ランクの、あの秘密を表す、なるほど、おだからちょっとすごい特殊な世界なんで、知ってるかどうかが全てっていう、いや燃えますね、もうここだけで燃えますね、いやなんかねすごいシステマチックに分かれてる感じが、はい、うん、なんともいい感じですね、だからその問題は運用が意外になったという、あ、いいですね、はい、はい、でそれで見ていくと、なんか参謀本部の立川部長っていう、これ立川義継っていう、結構参謀本部立川部書いてありますね、うん、そうそうそう、でこれはもうすぐ出てくる人で、うん、結構有名人で、うん、この時代の専門家にとっては、うん、立川義継という人で、はい、うん、まあ満州事変やっててこの人知らなきゃ潜るみたいな楽しい人なんですね、うん、満州事変やっててっていう人がまずそもそもまあなかなか、ね、どれぐらいいるのかって話です、結構あの敗戦の時には結構いたんです、あ、そっかそっか、当時はね、うん、そりゃそうですよね、うん、きっかけになった話だから、だからその日米戦争よりも満州事変の方が人気があった時代もある、うん、人気いやというかあの資料が残ってるんですよ、はい、外交資料館って、なるほど、血の事変と大東亜戦争って結構なくなってたりするんですけど、満州事変結構残ってたりする、ああなるほど、それでや研究がやりやすいっていうのはあってなんですけど、はいはい、じゃあその世界で立川部長は有名人、有名人です、立川部長、立川だよって言ったらもうあれかみたいな、他にいるのみたいななるほど、いやどれぐらい面白いかっていうと、あの日本政府もバカじゃないんで、はい、なんか関東軍あっちでおかしなことを企んでるぞって掴むんですよ、あ、なるほど、で諭してこういざとなったら止めてこいって命令を出して、はいはい、陸軍の中央が政党内閣を怒らせたら、うん、また予算削られて井上順之助って OK のいるから、うん、もう行ってこいと言って、
して生かしたのが立川部長なんですけ ど、 ど立川さんはその防御の中心人物の一人だった。もうなるほどね。で立川さんは関東軍の防御の仲間のところに行って、俺に行けって何考えてるうちの上司みたいな、知ら バレてねえよっていうの、そうで俺はバレてないけどお前らはバレてるよみたいな、すごいやり取りがいろんな回顧録に出てくる楽しい人なんですよ。で挙句の果てになんかやるかどうかをこうやって箸を立てて、はいはい、右に倒れたら、うん、あのやるな、左に倒れたらやるみたいな、左に倒れたんでやったみたい な、 なるほど、そういうレベルの決め方をした回顧録系で必ず定番の人物なんですね。立川部長、立川部長、立川部長、わかりました。はい、はい、はって書いてあります、ね、っていうね。で、はい、まあ、それであの18日にあの昼間行って、はい、まあ、その日のうちやるかよって思ったらしいんですが、はい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 、うん、であのそういうことを真実を、うん、探った人が、うん、あの満鉄の木村理事って人で、はい、この人は超マイナー人物で、はい、もうあの木村英一さんっていう人であることを、はい、まあ、私この番組のために、はい、家にある外交史辞典で調べたましたんでが、はい、こんな字です。あ、なるほど、ね、英一さんって言うんですけど、満鉄の木村理事、これはもう界隈でもマイナーな人物もうね、もう本当マイナーとメジャーの違い、さっぱりわかんないなるほど、こいつ知らねえなってみんな言うわけですね。そうそうそう、木村知らねえなみたいな話、ね、いやもうこれ、ま、木村さん知ってたら、うん、まあ、すごい満州事変マスター、あー、なるほど、これはすごい、その差がさっぱりわかんない、満鉄木村理事ね、もう完全にオタクの会話になってますけど、いいですね、はい、どういう人かっていうと、ずっとアジア畑の外交官やってて、うん、はい、で最後だけチェコスロバキアの講師で終わって、で天下り先で満鉄に入って、で、はあはあはあ、で天下り先で事件が起きそうだ、うんうん、起きたんで、あの OB なんでちょっと探ってくださいみたいな感じで、で探ってみたら、はい、で、あのここからはまあ事実、あのみんなが知ってる通りで、はい、品川に破壊せられたりと伝えられたる鉄道箇所修理のため満鉄より保線工夫を派遣せるもっていう風に、要するになんか品川を満鉄破壊したっていうんで、うちの会社の線路壊したんで、うん、まあ修理工夫を送ったと、まあ普通の話ですよね、はいはい、も軍は現場に近い寄せしめざる趣にてって言って、はい、なんかうちの会社の線路直しに行ったら軍が入れてくれない、ね、れなね、もう怪しいでしょと、はいはいはい、ね、で今時の事件は全く軍部の計画的行動に入れたるものと想像せられて、中身間が何にもないんだけど、この行間にとてつもなく含まれてるじゃないですか。なるほど、なるほど、で軍部の計画的行動だって林さんは日頃から関東軍の軍人と仲良かったんで、林さん自体がで木村先輩行ってきてみたいな感じで行ってきてっていうので、篠原さんはやっぱ怪しいと思ってたけど本当じゃねえか、あ、そういうことで、いやだからこの文章からあのなんかね、歴史で知ってるこのね、うん、やり取りの内容がありありとめちゃくちゃ面白いじゃないですか。これ面白いですよね。これだってノンフィクションですよ、ね、うん、そう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 、完全にそれなんですよ、ね、これすごいですね。でめちゃくちゃ面白かったでしょ、中川先生も楽しんでくれましたけど、うん、で今のが悪い歴史学、お、これは悪い歴史学、はい、なるほど。でいきなりこんな楽しいことをやること自体が、うん、あの真実から遠ざかる、うん、いや今となっては、うん、あの関東軍が満州流浄工事件を起こしたって誰でも知ってますけど、分、うんうん、かんない段階でいきなりこのやり取りしたらミスリードされるに決まってる。あ、そうですよね、確かにおっしゃる通りだ、うん、じゃあどうやってやるかっていうと、うん、そこで文書学という手法があって、文書学ね、うん、はい、近代史家以外全員やってるんですよ。古代中世近世の人はあのその文書があのいつ発生して、なぜ今この瞬間ここの手元があるのかと、はいはい、じゃあこの場合だったら、うん、あのこの文書はですね、もう文書じゃない、原用じゃなくなったんで文書というんですけれども、うん、外交資料館にあってですね、うんうん、であのファイルが菩薩といわれるファイルが保存されてるんですけれども、はい、これはですね、満州事変かっこ品兵の満鉄流浄工爆破による日誌軍衝突関係第一巻というファイルにの中に挟まっている、まあ、収められていて、で分類番号は A の11021となっていて、うんうん、でこれ全部意味があっていて、あの昭和期の20年までの外交文書の政治関係のものは A なんですね、うん、まあ A B C、冒頭が ABCD ってなってるものは昭和なんですよね、はいはい、うん、で明治大正だった場合123となって、冒頭の一番最初が1だったら、あ、1問 A 問っていうふうに、まあ階層化がなされているわけなんですよね、はいはい、
で、まあ、外務省の電報が外交資料館に保存されるってことは、うん、これ由緒正しいって間違いないじゃないですか。で外務省の中 の、 その、今言った菩薩の中に、はい、あの開くとこの635光殿が出てくるんですけれども、はいはい、昭和6年にあの作られたものっていうのは分かるし、昭和6年、はい、ここですよね。で、はい、電報なんで、はい、あの現地で発した、まあ、あるいは東京から発する場合もあるんですけど、はい、発した時刻、日にち時刻と到着した日にち時刻も書いてあって、これはまあ日にちだけで9月19日、9月19、はい、うん、前発、うん、はい、前着って書いてありますね。はい、はい、で誰が発したかは下の方の林総領事という人で、はい、これは調べると林久次郎法典総領事であるということが分かります。うん、まあ、林さんはね立川さんと英勝負なぐらい、まあ、軍事の人で知らないとしょまあ、マシトキアぐらい、外交士だったらお前知らなきゃ潜りだろうみたいな。そういうこと。これあ、違う、ここあんって何、暗いってどういう意味ですか。これは暗号って意味です。あ、暗号って意味なの、これ暗っていうの。そうそう、暗号電報で送ったと、はあ、平文じゃなくてっていう。じゃあ平文の時には逆、これ書いてない。書いてない。はあ、暗いって暗い時に出したのかと思った。暗号なんなんですね、これ。そうそうそう、だから、なるほど、極秘なんだから暗号決まってんだから。そうですよ、確かに。なるほど、平文で極秘電報送ったら、いや、そういう重複がいっぱいありすぎるんで、日本の外交文書って様式が作れない。あ、なるほどね、うん、面白いですね。そうなんだ、うん、はい。で当然当てどころは篠原外務大臣で、これはまあ小学生は知らないか、高校生だったら知ってる木十郎さんですね。なるほど、はい、はい、で電報の様式でいうと、はい、まあ、第635なんで、うん、この文書に名前をつけると、昭和6年9月19日林総領事初篠原木十郎外務大臣宛て第635公伝、まあ、そこに括弧支給極秘までつけてあげると親切かな。なるほど、そういうことなんですね。うん、あ、で近現代以外の前近代の古代中世近世の歴史学の大学院の入試問題にはこの文書に名前を付けなさいって出るんですけど、うん、どういうことですか、この文書に名前を付けなさい、つまり今言った何年何月何日に誰が誰に向けて作ったどういう文書なのか。前近代だ、例えば織田信長摂関、信長摂関城って言ったら、はい、織田信長が重臣の佐久間信盛に対して19か条の悪口を書いてお前を追放するって書いてあって、もう一発で分かるんですよ。はい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 、うん、でそういうふうに名前つけていくんですよ。で例えばこれは天皇の詔書であるとか、なるほど、うん、慣例が将軍の命令を伝えた法書であるとかっていう、そのまずどういう資料なのかっていうことが、あの、分かんないと、まず古文書って骨董品だったんで、はい、本物か偽物かの判定やったんですよね。だから日本人だと昭和天皇独白録とか出ると、はい、まず本物だという前提でいきなり中身を始めるじゃないですか。で外国人はヒトラー日記が出回った時にそれが本物かどうかの鑑定から始めて、もう中身読まなくていいと。なるほど、っていう話なんで、それがあのコンテンツの前にフォーマットをやるべきだって言って、前半のは楽しかったですけど、悪い歴史学だし、なるほど。これでも研究する場合っていうのは、その研究者が、うん、まあ、こういうの一個一個調べていって、あの、まあ、その整合性とかを、今背筋が凍りました、確かめながらってことですか。だから江戸時代までの人はやって、ほうほうほう、近代史以降の人は文書が資料が多すぎて全部読めないことを言い訳やってない。そっかそっか、ま、前だとね、確かに少ないですもんね。古代と中世はもう全部読むのが前提で、日本人って異常なまでに識字率が高いんで江戸からはもう読めなくなるんですけど、はい、近代史はほぼ無限大なんで、文書がこうやらないできたんで、私一人でアーカイブとかやってて、この資料は何年何月何日にできたんだみたいな、一日ずれたら意味が変わるじゃないですか、そうですね、みたいなことばっかりやってたんで嫌われてた。いや、嫌われでもこれあれですね、それこそ今ねチャット GPT とか流行ってますけど、うん、こう文字判定とかができるようになって、一気にこう読み込みとかが自動できるようになると相当進むあれなんですね、学問としては。そうなんですけど、だからそう、昔はもう崩し字読むのでも大変みたいなのやってたのが、まあ、そういう技術がだいぶ楽になるじゃないですか、はいはい、でその時にあの本当に人間がやんなきゃいけないのは、これがその伝来の素因っていうんですけどね、その資料がいつ発生して今ここに至るまでから鑑定っていう、はい、チャット GPT じゃできないじゃないですか、はい、人間でなきゃいけない、はい、あの人文科学としての歴史学のオリジナルってそこがあるのに、いきなり前半の面白い話でやってるとオタクと一緒じゃないですか。だから近代史家が結局オタクとどう違うのって言われた時に、単なる物知りかどうかしか
学者とオタクの区別がなくなってん、まあそういうね、本来の歴史学者って科学なんですよ。あだからあいつは魔術を使ってるみたいな扱いで、いや近代史が全員やってんだけどなって。これまあやる人がね、うん、少ないっていうのをさっき倉山先生おっしゃいましたけど、嘆いてましたが、ね、この分野ってどう日本だとお金を稼いでいくんですか。食えないから、その歴史学自体がなくなっていて残った人の中でやる人が少ない。あまあそうなりますよね普通にね、うん、そう単純にその、まあ、お金が回ってこなきゃやれる人もいなくなりますね。いないし層が低く悪く薄くなって悪くなってまともな人が寄りつかないからみたいな。まともな人が寄りつかなくなるなるほど。ちゃんと中川先生みたいに経営学行きたいですよ。まあまあね、工学部とか確かに社会科学はね投資があるけど、うん、人文のこういうのは確かにな。でも本当人文科学こそ科学でなきゃいけないのに、もう自ら趣味の世界にしてるんで。まあそうですよね、うん、だからこういう話って歴史に詳しい人とか歴史文学部史学科の人にめちゃくちゃ嫌われて、逆に自然科学の人には、え歴史学って科学だったんですかって言われて、オタクの世界だと思ってましたって言われて、ね、人文科学って知らないとなんかぼやっとしたイメージですけど、聞けば聞くほどかなりねロジカルに詰めていかないと。本当は、ね、だって私なんでこれ知ってるかっていうと、日本中世史が趣味というか学部生の時やってたんですね、うんうん、でゼミ取ってた先生が共産党の先生なんですよ。でもこの文書が誰が作ったか、足利尊氏であって日田義貞じゃないとか、はいはいはい、何年何月何日にできたんだ、はい、誰に向けて作ったんだって、はい、共産主義のイデオロギー関係ないじゃないですか、だからイデオロギーを抜きにして右も左も議論できるから科学じゃないですか、その方法論ですね、なるほど。ということをちょっと伝えたくて、コニタンが公文書をチラチラさせながら、ね、ここに書いてあることが事実だったらみたいなのがいかに愚かかっていうことを、うんうん、確か流行ってね、なんかチャラチャラと今国会で話題ですけど、うんまあ、そもそも何なんですかっていう話から含めてっていう話ですよね。でその検証の方法論もないままに、なんか高市さんがそっちに立証責任があるだろうって言ったので逆に炎上しちゃうみたいなのは違和感な。そうですよ、違和感ですよね。まあやってたクレアど真ん中のクレア先生からしたら、もうそもそもなんか荒れてる論点が違うよっていう話ですよね。そうそうそう、弁護する側もこういう話をしないんで永久に。確かに。じゃあ最後に中川先生に天皇の戦争席についてお聞きしたいですね。天皇の戦争席、よくその言葉自体よく普通に言われるじゃないですか、はいはいはい、あるのかないのかっていきなり中身の議論入るじゃないですか、私からしたらまさにこれに書いた方法論ですけど、昭和16年12月8日の詔書っていったらこのように1枚しかないじゃないですか、対米英会戦ですよね、はいはいはい、作成者誰か。ほう、内閣だ。あ、内閣なんですか、あれは作成してるのが、うん、はい、だって作成者っていうのは起草者でも反抗した人でもなく責任者、はい、まあ、そこに責任が生じますよね、当然ながら、ね、じゃあ天皇の戦争責任、なるほど、なるほど、うん、でそこで天皇に戦争責任があるっていう人は国立公文書館にその原本あって、うん、そういう目録になってんで、うん、その目録書き換えろという議論しなきゃいけないじゃないですか、うん、という議論がないんでこういう本書くような、まあそうなりますよね、もうね、歴史学会を追放されるどころか、あいつは存在しなかったことをされて十数年を経て書いたのがこれ。でも なんでそのロジカルな話がその皆さんにまあ、そうだよねって話にならないんですか、追放されるみたいなそういう話になっちゃう。いやだからまともな人が寄りつかない中で、だってソ連が滅んで、もういい加減左いなくなるだろうと思ったら、ここなら大丈夫だって退去して死守したのが歴史学会なんで、そういう意味で、はい、あ、なるほど。でしかも本物の共産主義者だって会話通じますけど、赤っぽいバカなんてもう立ちが悪くて、なるほど、そういうことなんですか。僕はその世界を敵に回したくないんで、はい、もっと大変そう見えますけど、でも中川先生のお話聞いてると、中国こそ中国の学会こそが実力主義っていう、まあね、あそこ、まあ、こう文章とかね、アーカイブなんてもう完全に権力の源泉じゃないですか。でも、ね、うん、まあ、ある意味は公文書管理こそ、そう、まあ、うん、統治機構側がもう気合い入れて金入れてやるから、うん、そこになんていうのか、ロジカル以外が入る隙がないっていうか、思想で動く話じゃないっていうか、ね、いうことだから、だからまあ、はい、まあなんでベースとしてのナレッジがあって、これをどう利用するかは政治ですよ、うん、だけどそもそもここで土台がぐちゃぐちゃだったら、その政治利用もクソもない感じが日本の状況ってことですよね。そうです、いきなり中身読むからそうだっちゃう。
だから国会でのなんかこう変なプロレスみたいな、うん、よく分かんないことになってるわけですよね。でもあれ小西さんと高市さんを責めれないのは学者がそれなんですよ、まあ、そういうことですよね。これが使うもの自体がねっていう。だからもう完全にあの文書とかその文書学みたいなのがしっかりした中で、うん、まあ、アジテーションとしてやってんならまだ100歩譲ってまだいいけど、ここがないから何を戦ってんのかもそもそもみたいな話ってことですよね、はい、あ、それは大問題だねやっぱね、うん、ということを中川先生をね、なるほど、ね、あの番組として、ね、だからこれちょっと、まあ、僕もこれ拝読ねしましたけど、うん、まあ、ここにほぼ先生の倉山先生の研究が書いてあるっていう感じだと思うので、うん、まあ、こちら見ていただくと分かる、はい、あ、ニコニコ動画だ、これコニタンじゃない、これはニコニコだった、ちょっと前昔から予測してたのかと思って、まあ、いやいやいや、はいはいはい、はい、ということですね、はい、はい、ということでお付き合いいただきありがとうございました。あ、すいません、今日の拉致された目的はこんな感じでよろしいでしょうか。えということで、まあ、今話題の話を今日はさせていただきました、うん、ということです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、日本には近代政党が必要だ、近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない、全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって、チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。